アレクサンダー・カールは、ドイツのアンハルト・ベルンブルク公。アンハルト・ベルンブルク公アレクシウス、フリードリヒ・クリスティアンとその妻で、ヘッセン選定公、ビルヘルム一世の娘であるマリー・フリーデリケの間の、次男として生まれ、1834年に、父より、公爵位を継承した。同年10月30日に、ゴッドオープにおいて、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリックスブルク公。 フリードリヒビルヘルムの娘フリーデリケと結婚したが、間に子供は生まれなかった。フリーデリケは、デンマーク王クリスチャン9世の姉である。1847年に、同族のアンハルト系天皇ハインリヒが亡くなり、その後継者になることが決まっていたが、継承権を放棄した。1855年までに、アレクサンダー・カールは、精神疾患が悪化したためにホイムの上官に、 監禁された。一部の資料では、公爵は、統合失調症を患っていたとする。アレクサンダー・カールは、自重で画家のビルヘルム・フォン・キューゲルゲンに手厚い看護を受けつつ、ホイムで余生を送った。公爵が、統治不能となって、以後は、公爵夫人フリーデリケが、摂政として、国務を代行した。アレクサンダー・カールの死とともにアンハルト・ベルンブルク、公爵家は断絶し、 その医療を継承したアンハルトデッサウコーレオポルト4世が統一アンハルト公国を創設した。ありがとうございます。